練りごま、練りごまです。 40g、 隠し味でニンニク一かけ少々、ラー油ですね。それも少量、ここでよくかき混ぜてね、分離しないようにごまでこう練っとくことが大事。はい、ここに砂糖大さじ1、醤油大さじ2、30cc です。はい、ここに少しずつ豆乳 200cc を入れていきます。一気に入れずに少しずつ少しずつ少しずつなじませてから伸ばしていかないと、粒粒が残ります。はい、簡単ごまだれです。ごまだれを作るんですけどね、カツオと昆布だしでもできるんですけど、普通のカツオと昆布だしではちょっと力が弱いんです。ですから今回は豆乳を使いました。ヘルシーと健康を意味してですね。で、大豆が畑のお肉って言われるぐらいな、お肉と同じ効用があるのに栄養的なこちらの方が上なんですけど、どうしても肉の方が主役に思われるんです。で、今回はこの濃い豆乳のタレにごまを入れて、でここの中にちょっと刺激が欲しいんで、ちょっと隠し味ニンニクとラー油を入れます。でこの豆乳の5分の1のお醤油と、あとその半分の砂糖ですね、醤油の半分の砂糖を入れて合わせることによって美味しいごまだれができるんですね。でこれをヘルシーなこんにゃく、山ふぐうどんと、ここにやはりせっかくヘルシーで食べるんですから大豆ミートの脂肪をカットした健康な食を一緒に食べましょうということで、これも世界最強のスタミナと健康ヘルシーっていう組み合わせのうどんができたわけです。どうぞお召し上がりくださいませ。